十字キーがありますね。あったの。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、これ子供がちっちゃい、はい、まあ機能が進化してて、あの前のプラリウムは薄かったんですけど、奥行きが出てて、ここの方がやっぱその耐荷重的にはかなり安定するんですけど、あとまあこの曲軸微動画も一緒に入れますけど、まあ、こういう風にフリーで調整ができて、こっちもフリーで、でなおかつ微動が効きます。でまあ、こっちは軽く作っていいんですけど、こっちの方は軽くしちゃうとやっぱ強度なり問題が出るので、こっちは、まあ、重めにしてこっちで軽量化して、まあ、こういうアルカス椅子になってるんで、まあ、こういうふうに取り付けることもできます。まあ、さっきのようので90度でやってもいいんですけど、ちょっとバランス悪くなりますからね。ちょっと後ろにバランス悪くなっちゃう、まあ、そういう付け方もできました。